末松泰治博士は1932年岐阜県中津川市で生まれました。教育熱心だった母親が購読させてくれた科学雑誌の影響で模型飛行機作りに取り組んだり、また真空管ラジオ制作に夢中になるラジオ少年だった博士は次第に科学への興味を深めていきました。高校時代はサッカー部に所属、仲間たちと1日7キロを走り心身を鍛えました。そして1950年、叔父の勧めもあって科学技術を学ぶべく東京工業大学工学部電気工学科に入学します。マクスウェルの電磁気学を原書で読み、自然現象への理論構築法を理解し自信を深めた博士は、指導教官であった森田清先生のマイクロ波通信の実験に深い感銘を受け、情報通信の研究を志すようになります。この当時マイクロ波やミリ波を利用した無線通信技術は飛躍的に発展し、衛星中継も実用化段階にありました。しかし近い将来きっと大量の情報を通信する時代がやってくる、そう考えた博士はマイクロ波やミリ波よりも波長が短く、より多くの情報を伝える光を利用した通信技術を考えるようになりました。そして1960年博士号を取得後、助教授になると研究テーマを光通信に決め、新分野の開拓を本格的に開始します。100キロ程度の長さのファイバーの中で光に乗せた情報を間違いなく送るにはどうしたらよいのか、末松博士の研究課題は光の波長と方向が整った高精度のレーザーの開発へと向かいます。この課題に対して博士が出した答えは半導体レーザーでした。1962年に実現した半導体レーザーは N 型と P 型の2種類の半導体の間に活性層という物質を挟んだ構造をしています。これに電圧をかけることで両者の間で電子が移動します。このエネルギーの連続した変化に応じて発生する光がレーザー光です。半導体レーザーは小さく扱いやすいものの、一つの問題がありました。光に対して高速で変調をかけると波長が変化してしまうのです。大容量の情報を送るためには波長が変わらず光の進む方向が安定したレーザーが必要だと考えた博士はさらなる研究を続けます。この頃、末松博士は弘子夫人と出会い結婚します。研究に明け暮れる日々を陰で支えてくれたのは他でもない家族の明るい笑顔だったと博士は言います。レーザーの動作を安定させるために博士が取った方法、それは光の周期構造を利用した反射器の技術でした。2種類の半導体の一方の境界に波長の半分の長さの溝を作ります。すると一つの波長の光だけが増幅して一定の周期となり、他の波長の光は互いに打ち消されるのです。博士はこの技術を半導体レーザーに応用しようと考えました。半導体の内部にあって光を一定の方向に導く導波路の中に周期構造型の反射器を2つ置き集積化します。その際波長の周期を半分だけずらすためにそれぞれの反射器の間に中間領域を設けます。この構造により波長の安定した光が発信されるようになるのです。そして研究を始めて20年後の1980年、ついに光ファイバーの損失が少ない超波長帯で高速変調の影響を受けない安定した波長のレーザー光の実証に成功したのです。翌1981年、ヨーロッパの学会にてこれを
動的単一モードレーザーとして発表すると、世界中で大きな反響を呼びました。その後、博士は研究を重ね、発信波長を電気的に制御する波長可変半導体レーザーを世界で初めて実現。海外の研究機関との連携を深め、世界中を飛び回ることになります。末益博士が開発した技術が中心となって、1980年代中頃には光ファイバーを長距離通信に用いる技術が確立。さらに90年代に入ると海底ケーブルが敷かれ、世界中の都市間、国家間の通信インフラとして活用されます。大容量の情報通信という社会のニーズを予測し、それを目標設定した上で研究を進める工学的なアプローチを貫いてきた末益博士の研究成果は、インターネットをはじめ現代の高度情報化社会の発展に大きく貢献しています。科学の面白さを子どもたちに伝えたい、そんな熱い思いを持った末益博士は、20年前から毎年夏に生まれ故郷の中津川市で岐阜サマーサイエンススクールを開催しています。そこにはかつてラジオ少年だった頃の博士の思いが込められています。人との交流を通して好奇心が刺激され、可能性が無限に開かれていく。博士の原点には科学技術と社会を結ぶ人間への信頼があったのです。研究の土台となるのは基礎的な体力と学力です。仕事を継続していけるだけの健康な体を培い、研究分野の基礎を徹底的に学んでください。その上で好奇心を失わず、意欲的に新しい分野の開拓にも挑戦してほしいと思います。また歴史的教訓にも学び、未来へ向かって発信力を磨くことも大切です。他者と大いに討論しながら自分の考えを掘り下げていく粘り強い思考力を養ってください。私たちは共に生き、社会を構成しているのです。感動は共感から生まれてきます。